から。なんか、どうして、いやいや、顔がね、なんか最初はね、調子悪いんです。どうしてですかね。何がいけないんでしょうね。まあ、いないいない場合しましたけども、ちょっとで、この顔がですね、なんか、エクスストリーム、スプリットのせいなのかな。なんか変な、おかしいですよね。はい、じゃあ始めましょう。仕切り直します。ハレルヤー、アメン。こんばんは、皆さん。お元気でしょうか。私たちはイエス・キリストのゆえに集まり、イエス様を喜び、イエス様によって私たちは歩んでいます。私たちの土台は、イエス様です。私たちの生きる目的はイエス様です。もしもし、こんばんは。もしもし、もしもし、もしもし、聞こえないんですけど、私たちの生きる、目的はイエス様です。もしもし、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 あ、もしもし、聞こえますか。聞こえますか。もしもし、はい、質問はありますか。質問は、質問ありますか。質問ありますか。もしもし、聞こえないんですけど、声出してください。声出してください。もしもし、はい、もしもし、何ですか。質問ありますか。もしもし、ちょっと切りますよ、いいですか。切りますよ、申し訳ないけどね。はい、皆さん、イエス様のために、私たちはこのように集まっています。そして、イエス様の、イエス様の力が、この日本に及ぶように私たちは、祈っています。皆さん、今日のタイトルはですね、君が代訴訟、日本に正義はないのかということですが、これはどういうことかと言いますとね、こういうニュースがあったんですね。ちょっと見せましょうね。あ、これじゃないな、ちょっと待ってください。こういうニュースがあります。こういうですね、あの君が代訴訟っていうのがありましてね、で学校の先生がですね、卒業式の時に、まあ君が代を歌いたくないと、で、まあ、立たないわけですね。でそれに対して、あの学校側ではもうそれでクビにするとか減給するとかということで、学校の先生がそういうことをされたら困るということなんですが、それで最高裁になったら、まあ、結局教職員が敗訴になったということですが、これはですね、私は、意見があるんですね。意見があります。どういう意見かと言いますとですね、まず私が、子供たちを公立学校を辞めさせたのはそれが理由だということですね。子供たちが日の丸を形容し、君が代を斉唱させたくない。なぜさせたくないかというと、そのクリスチャンとしてね、クリスチャンとして偶像崇拝はダメだよということですね。なぜそれが偶像崇拝かというと、戦争中に、まあ、神道国家といいますか、天皇を神として、天皇を神として歌った君が代、天皇を神として形容した日の丸であることは事実です。ですからそういう歴史的な過去があるから、そういう因縁のあるものは嫌だということで、クリスチャンとして、君が代を歌いたくない、日の丸を形容したくないというのは、これは基本的人権だと思うんです。憲法に、信教の自由というのがありますね。信教の自由で、信教の自由っていうのは、キリスト教を信じることは自由だよっていうことでしょ。キリスト教を信じることは自由ですから、私がキリスト教を信じているのは憲法で保障されているわけです。保障されているわけですね。それで、日本人の責任っていうのもありますよ。日本人であるから、まあ、税金払うとか法律守るっていう責任がありますけど、だけど
人間が一番、大事な基本的人権というのは、信教の自由だというのがキリスト教の歴史なんです。キリスト教の歴史というのは、信教の自由を勝ち取ってきた歴史なんですね。それで、私が言いたいのはですね、結局こういうことなんですよ。公立学校に例えば行くときね、行くときに公立学校では、まあ、じゃあ例えば君が代を歌いますよ、日の丸を掲揚しますよっていうことに、それでもいいですかっていうことで、もし選択肢があるならね、私は嫌です、 だからそれを歌わない、学校に行きたいですっていうときに、じゃあ公立、私立に行きましょうと、ミッションスクールでキリスト教の私立に行くとすると、まあ、私立はお金がかかりますよね。で、公立はお金がかかんないわけでしょ。だからそこでまず憲法違反なんですよ。憲法っていうのはそのキリスト教であろうとイスラム教であろうと無神論であろうと平等でなきゃいけないわけですね。平等でなきゃいけないんだけど、まあ日本には、まあ、そういうイスラム教もいないしキリスト教も少ないですから、それは国としては難しいかもしれないけども、その、クリスチャンがキリスト教の教育をさせたいのは当たり前なんですね。アメリカでも高い、つまりですね、イスラム教の人はイスラム教の教育をし、ヒンズー教の人はヒンズー教の教育をし、仏教の人は仏教の教育をするのは当たり前でしょ。当たり前です。だからキリスト教の家がキリスト教の家がそのキリスト教の教育をするのは当たり前なんです。だけど皆さん考えてください。結局のところ日本の公立は、ね、公平ではないんですよ。日本の、その公立っていうのはある意味で戦前教育の延長線上の部分があるんですよ。延長線上の部分、つまりですね、まあ自民党がずっと政権を握ってきたんですけれども、その自民党っていうのはある意味ではその戦前戦中の考え方がちょっと入ってましてね、その、まあ、右翼的な部分があるわけでしょ。自民党には右翼的な部分がある。だからその自民党の考え方が教育に反映されて、で、日本人は君が代を歌わなきゃいけない、日の丸を掲揚しなきゃいけないという彼らの考え方を押し付けてるわけですよ。彼らの戦前戦中のその右翼的な思想を押し付けてるわけで、そこに問題があるんですよ。だから本来は憲法では信教の自由は認められているわけですから、押し付けられたら困る。だからもし例えば教職員の方がね、教職員のとか、私は君が歌いたくない、だから私は歌いません、これが本当の教育なんです。だからその勇気ありますよね、首になっても立たないとか首になっても歌わないとか、それはね、私はすごい勇気がある、あって、むしろそれこそですね、私は教育だと思うんですよ。教育というのは憲法で信教の自由があって、人間には個人的、基本的人権があるんだからね、強制されてすることはないよということです。だからその例えばチョイスを与えるべきなんです、チョイスをね。だからそれ歌いたい人は歌う、ね、歌いたくない人は歌わない、で一緒じゃまずかったら別々にすればいいわけでしょ。別々にすればいい。だからそういうチョイスを与えないで押し付けるのは良くないでしょということですね。チョイスを与えないで押し付けるのが良くない。だから歌いたくない人がいて当たり前なんだから、ね、歌いたくない人がいて当たり前なんだから、それを歌いたくない人に歌えというのは、これは人権侵害です。人権侵害です。皆さんとそうでしょ、皆さん、賛美歌歌いたくない人に賛美歌歌えって言ったら嫌でしょ、ね、賛美歌歌いたくない人は賛美歌歌えって嫌なんだから。でそれは基本的人権じゃないですか、基本的人権。だからね、この例えば伝道部屋見たくない人に伝道部屋見なさいっていうのも、これも良くないわけでしょ。伝道部屋を見たい人が伝道部屋を見ればいいのであって、見たくない人に見なさいって強制するのは良くないわけです。まあそういうわけで皆さん、
本当の教育っていうのはそういう基本的人権を教えるのが本当の教育なんです。だからそのクビになっても立たない教職員、クビになっても歌わない教職員は素晴らしいと思います。私はそういう教職員を褒めます。クリスチャンかどうかは分かりませんが、そういう人たち勇気があって、その自分の首をかけて正義を主張していることは私もう大いに褒めます。素晴らしいと思います。クリスチャンがそうしなきゃいけないと思います。クリスチャンは、ね、命がけで正義をね、クリスチャンは命がけで正義を、主張する必要があります、ね。ですから兄弟姉妹の方々、兄弟姉妹の方々、臆病になってはいけません。臆病になってはいけません、ね。正義をですね、正義を主張するべきです。もちろんね、暴力はダメですよ。それから乱暴な言い方とか乱暴な仕方はダメです。紳士らしく紳士で正義を主張するんです。でそれがですね、最高裁で教職員が敗訴ということで、これはですね、これは日本に正義がありません。日本に正義がありません。いいですか、よく考えてください。そうそうそう、いいですか。クリスチャンがですね、クリスチャンが江戸時代信じちゃいけないって言って殺されたんです。クリスチャンがですね、キリシタンをやめないと殺すぞと言って、不滅と言ってですね、たくさんのクリスチャンが殺されたんです。これと同じです、これと同じです。そして第二次世界大戦の時に憲兵が教会に来て、牧師やクリスチャンにですね、お前は天皇を拝むのか、キリストを拝むのか、どっちを拝むのかと言ってですね、そのキリストを拝むと言った牧師やクリスチャンを迫害したのと同じなんです、同じなんです。このサタンの、そのサタンのですね、サタンのその何て言うんでしょうかね、この悪と言いましょうか、この悪が日本にはびこっているんです。江戸時代に隠れキリシタンを迫害した悪と、太陽戦争の時にクリスチャンを迫害した悪と、そして今なお偶像崇拝を進めるような、君が代聖書、日の丸掲揚を押し付けるこの日本の国は、その正義がないんです。正義がないんです。この日本に正義がないんです。日本の、ね、政治に政府が、正義がないんです。政府に正義がないんです。皆さん、日本に正義がないんです。もう大きな声で言いたいね。日本に正義がないんです。最高裁に正義がないんです。最高裁というのは最高の裁判所ですね。最高の裁判、その最高の裁判所に基本的人権が分かってないんです。基本的人権が最高裁で分からないんです。とんでもない裁判所です。とんでもない裁判所です。皆さん、日本に正義を取り戻しましょう。日本に正義を取り戻すんですね。押し付けてはいけないんです。信教の自由を押し付けてはいけないんですね。それでですね、じゃあなぜ最高裁がそんなとんでもない、その正義じゃないね、とんでもないことをやるかというと、ちょっと私ね、まあ、あんま詳しくないでこう間違ったら怒られちゃうんですが、最高裁判所はやっぱりですね、政府が示するんですか、ちょっと私リスナーの方で知ってる人がいたら教えてほしいんですが、最高裁を任命するのは政府でしょうか。もしそうならばですね、その最高裁が政府におもねる、政府におもねるっていうことはあると思うんですね。ですから、そういう意味で、今までの最高裁の判例がですね、判例が、まあ、今回だけじゃなくてですね、政府におもねたということがあるではないでしょうか、ね。だからぜひ皆さん、日本には正義がないんだということですね。日本に正義がないんだ。だから、私が言いたいのは、ね、日本に正義をもたらすのは、やっぱりリバイバルしかないんです。リバイバルしかないんです。日本に正義をもたらすためなのは
日本に正義をもたらすのはリバイバルしかありません。この日本は、悪魔の支配にあります。悪魔の支配にあって、政府が悪魔がですね、偶像崇拝を押し付けているんです。あの君が代訴訟だけじゃないですよ。君が代訴訟だけじゃなくて、あらゆるところでね、あらゆるところで偶像崇拝を押し付けられているんですね。あらゆるところで偶像崇拝を押し付けられています。それはこの世が悪魔が支配し、悪魔がですね、人間を偶像崇拝させたいんです。皆さん、そういうことの中で君が代訴訟の本質は、悪魔が偶像崇拝させたいということですね。悪魔が偶像崇拝させたい、それがですね、君が代訴訟の霊的な意味です。霊的な意味です。つまり悪魔は悪を行っているんだということですね。悪魔は悪を行っている。そしてクリスチャンは正義を行うんです。世界の歴史、日本の歴史を見たときに、クリスチャンが正義を、社会にその、訴えてきたんです。日本のいろいろな正義もクリスチャンが訴えてきました。世界の正義もクリスチャンが訴えてきたんです。ですからこれからもクリスチャンが社会正義をもたらさなければならないんです。皆さん、クリスチャンはそれを地の塩と言います。地の塩というのは、この地の腐敗を止める、汚れを清めるということで、私たちの信仰はこの社会に正義をもたらします。この社会の腐敗を止めます。ですからぜひ皆さんの信仰が社会を良くします。皆さんの祈りがこの社会に正義をもたらします。ですから、クリスチャンの方々、力強く立ち上がりましょう。力強く立ち上がって日本に正義をもたらしましょう。聖書を読むとですね、神は日本は島国だから昔から閉鎖的、そうですね、聖書は、正義を訴えていますね。神は正義の神です。本当の神は正義の神です。聖書は正義を訴えています。じゃあちょっと見てみましょうね。今日選んだのはここですね。これは予部記の34かな。これは予部記34ですが、ちょっとここのとこ読みましょうね。10節。だからあなた方分別のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど、絶対にそういうことはない。神は人の行いをその身に報い、人にそれぞれ自分の道を見つけられるようにされる。見つけるようにされる。神は決して悪を行わない。全能者は公義を曲げない。誰がこの地を神に委ねたのか、誰が全世界を神に任せたのか。もし神がご自分だけに心を止め、その霊と息をご自分に集められたら、すべての肉なるものは共に生き絶え、人は塵に帰る。アメン、アメン、アメン。ね、神様は絶対に不正行為をしない。神は絶対決して悪を行わないという、神は正義の神です。皆さん、神様は正義の神です。正義の神です。クリスチャンは正義を愛します。クリスチャンは正義を愛します。クリスチャンは不正を憎みます。この世の不正を憎みます。この世の正義を愛します。皆さん、ぜひですね、クリスチャンが立ち上がることは大事なことです。クリスチャンが立ち上がることはこの世を清めます。この世を清めます。皆さん、今ニュースを見るとですね、もう不正だらけじゃないですか。政治も経済ももうあちこち不正だらけ。まあ、世界もそうかもしれない。世界もそうかもしれないけど、日本もですね、もう不正だらけなんですね。不正だらけ。私たちも不正だらけだったかもしれません。
人間はみんな罪人ですから、私も悪いことしました、悪いこと、私もですね不正行為をしました、私も罪人です。だからこそ悔い改めてクリスチャンになったんです。クリスチャンになるということは、ね、罪の奴隷から解放されるということですね。罪の奴隷から解放され、悪から離れるということです。クリスチャンにならないということは、罪の中に生きる、悪の中に生きるということなんです。皆さんよく聞いてください。イエス・キリストを信じない者は罪の奴隷です。罪の中に生き、悪の中に生き、悪いことが普通なんです。悪いことをすることが普通、罪を行うことが普通なんです。この世は罪の世界、悪の世界、暴虐の世界なんです。この世界は暴虐の世界なんです。私も悪いことをしていました、不正をしていました。でも皆さん、クリスチャンは悔い改めたんです。悔い改めたんです。悔い改めてイエス様に罪を許され、悪を憎み、罪を憎み、正義を愛し、公義を愛し、正しさを求める者になりました。皆さん、クリスチャンは正義を愛します。正義を求めます。アメン。以前は正義を求めませんでした。以前は正義を求めませんでした。今は正義を求めます。正義を愛します。ちょっとアンケートを取りましょう。アンケートね、クリスチャンの方もノンクリスチャンの方も、正義を愛する人が1、正義を求める人が1、正義を求めることに無関心の人が2です。正義を求めるもの、正義を愛するもの、正義が必要だと思うものが1、そんなことどうでもいいというとんでもない考え方の人、正義なんかどうでもいいという考え方の人が2ですよ。皆さんはどういう人間ですか？正義を愛する人間ですか？不正を憎む人間ですか？ 1、 2の3、少ない。少ないですよ皆さん。 31% しか正義を愛さない、とんでもない人。リスナーの方々、皆さんはとんでもないですよ。皆さんはとんでもないね。もう7割の人が正義を愛したなんてとんでもないです。とんでもないです。ね。それは罪人だからですね。罪人は正義を愛せないんです。ね。罪人は正義を愛せません。罪人だからです。だからイエス様が必要なんです。イエス・キリストを信じると、正義を愛せるようになります。イエス・キリストを信じないと、正義を愛することはできません。ですから皆さん、イエス様を信じて正義を愛する人間になりましょう。正義を愛する人間になりましょう。正義を求める人間です。神様は義なるお方、神は正しい方です。十字架というのはそれを表します。十字架というのは人間が罪を犯した、人間が罪を犯した、その罪をほっとくわけにいかない。神様が正しい方だから、神様が正しい方だから、その罪を罰せざるを得ない。しかし神様は、人間が罰を受けなきゃいけないのに、神は正しいからね、神様は正しいから人間は罰を受けなきゃいけないけど、その罰を人間に負わせないで、人間に負わせないで、神の一人子イエス・キリストに負わせます。その罪を、罰を一人子イエス・キリストに負わせるんです。なぜですか？罪を罰せざるを得ない。神は正しい方だからです。神は正しい方だから、その人間の罪を放置できないんです。人間の罪を放置できない、必ず罰する方、罪を必ず罰する方なんです。神様は正義の方です。十字架は神の正義を表しているんです。十字架は神の正義を表します。罪に対して必ず罰を与えるお方、罪に対して罰を与える方。しかし罪を犯した人間に罰を与えているのではなく、イエス・キリストに罰を与えているのです。
イエス・キリストに罰を与えているのです。十字架は神が正しいお方であると同時に、神が愛の神であることを表しています。人間を罰するところ、自分の一人子に罰を与えた。人間が罰を受けなきゃいけないのに、人間が死刑にならなきゃいけないのに、神様は自分の一人子に罰を与えた。それが十字架です。それが十字架です。それが十字架です。神様は義なる方、正義の方であり、愛のお方です。愛のお方です。皆さん、だからクリスチャンは許されるのです。十字架によって罪が許されるんです。十字架によって罪が許されるんです。もし私たちがイエス・キリストを信じなければ、イエス・キリストを信じなければ、最後の審判の時に、最後の審判の時に私たちが裁かれます。裁かれます。本当の最高裁判所は、本当の最高裁判所は最後の審判です。最後の審判が本当の最高裁判所です。皆さん、ですから、喜んでください。ぜひぜひ、その本当の裁判所は正しい裁判官です。イエス様が裁判官です。イエス様が裁判官です。こんばんは。あ、こんばんは。はい、久しぶりです。お元気ですか？はい、ご無沙汰してます。はい。はい、今日ですね、はいはい、先ほど君の家のことについて、話されてましたけれども、はいはい、あれなんであれはそのキューちゃんはそんなにそんなその反対されるんですか？あのね、結局クリスチャンが例えば戦争中でも、ね、はい、要するに押し付けられたわけですよ。天皇崇拝を押し付けられた、ね、それで今でもあの霊的なその罪が流れてて、その要するに、子供たちに偶像崇拝を押し付けてるんだよっていうことですね。私はそこは違うと思うんですよ。あのね、クリスチャンはね、君が代を歌いたくないんですよ、うん、でクリスチャンは日の丸を掲揚したくないんです。いや、キューちゃんはそうおっしゃってますけれども、うん、でも例えば奥山実先生とかは全く違う立場にいらっしゃいますよね。うん、一部の人はもちろん違いますよ、うん、でも多くのクリスチャンは君が代反対ですよ。多くのクリスチャン、一部の人はもちろんね、そうする人もいます。それは知ってます。それはだから、それは自由でいいんですよ。クリスチャンだから歌わなくていいということじゃなくてね、自由でいいわけですよ。だけどその戦前のね、その先生の考え方は天皇が神だということで、神を崇める、要するに天皇を崇めるための、そういう宗教的なことだったわけでしょ。君が代を最初っていうのはその天皇を神とした賛美歌だったわけでしょ。違います？いや、そういうことではなくてですよ、はいはい、今のこのご時世においてですね、うん、この2012年においてですね、うん、においてもどこの国だって、まあ、キューちゃんがどうしてすごくその戦争のことについてこだわりがあるとは思うんですよ、うんうん、私はほら戦後だけれども、まあ、ジェイさんに比べて年取ってるじゃないですか、はい、だからちょっと戦前、うん、戦後のですね、その思惑が強いわけですよ。ジェイさんはかなりね、こう戦争から離れてるから、まあ、そこまで考えなくていいと思うかもしれないけど、はい、私の世代だとね、やっぱり戦前戦中のそういうこの日本のひどさ、日本があまりにもひどいことをしたということをよく知ってるんですよ、はい、うん、まあそれはでクリスチャン、牧師が殺されたり、牧師が、うん、拷問を受けたんですよ、憲兵から ね、 そうですね。でそういうことを私はもう本当にこういろいろね、見たり聞いたりしてきたので、うん、まあ、あまり見てないんだけど、うんうん、聞いたりしてきたので、うんうん、その霊的なその日本のまだ日本が悔い改めてないでしょ。日本が悔い改めてない、そういう霊的な罪がまだ残ってるんですよ、うん、私が思うのですよ、はい、その時代に例えばその戦争の時ですね、うん、やったことっていうのは、うん、
その人たちが責任を取ればいいことであってね。いやいやいや、そうじゃない、私たちが、いや、そうじゃないです。私たちまで、その、あの、なんていうか、責任を感じるとかね、うん、責任を負わなきゃいけないっていうところに、どうも私は突っかかるんですよ。そこがどうしても。いやいや、あのね、聖書読めばね、すぐわかるけどね、聖書にね、はい、聖書に例えば、まあ、そのイエス様を殺したのは2000年前ですよ。イスラエルがイエス様を殺したのは2000年前でしょ。はい。だけどそのイエス様を殺した罪が2000年間ずっと続いてんですよ、ね、それと、うん、その問題と、うん、この戦争に対する問題は違うと思う。同じですよ。なぜかというと、はい、イスラエルは偶像崇拝して神様に呪われたわけでしょ。いや、イスラエルは偶像崇拝して呪われたわけでしょ、神様に。ね、ええ、だから日本だって偶像崇拝して呪われてるんですよ。呪われてる。だから、日本が、はい、今日本が呪われてるっていう感覚が必要なんですよ。だって日本は偶像崇拝ずっとしてきたじゃないですか。日本は呪われてるんですよ。で、この呪いを打ち壊すために、カリスマ派は、悔い改めてるんです、ね、私たちが戦争したわけじゃないですよ。私たちが隠れキリシタンを殺したわけじゃないですよ。だけど、はい、この日本の歴史の中で行ってきた日本の罪をクリスチャンが悔い改めなきゃいけないんですよ、はい、クリスチャンが悔い改めて取りなしができる。で、その取りなしをすることによって初めてリバイバルが起きるんです。ちょっとそれは違うと思いますね。まあ、とにかくカリスマのスタンスはそうだということね。カリスマのスタンスはそういうことで、カリスマの教会がやってることはそういうことなんだよっていうことね。キューちゃん、私、キューちゃんの言ってることはすごくわかるんです。はいはい。で、まあ、その言ってることもわからなくもないんですけれども、うん、その、なんていうか、それを一般の人にまで、うん、一般の、その、クリスチャン同士でやる分には別に構わないと思うんですけれども、うん、それを例えば、その、全く、その、クリスチャンとは関係ない、ノンクリスチャンの人とかね、うん、そういう人にまで、その、押し付けるっていうのは、ちょっと私は違うんじゃないかなって。いや、私、押し付けてない、全然押し付けてないですよ、全然。押し付けてはないかもしれないですよ。ただ、私は、そういうことを教えてるわけですね。あの、日本の問題点はそこにあるよって教えてるんであって、押し付けて、だ私は押し付けちゃいけないっていうことを教えてるわけだから、押し付けてはいないですよ。結局、なんか、その、やっぱりこの、あの、放送を通してですね。うん。キューちゃんがやっぱり言われてるっていうことは、要するに、うんうん、やっぱり押し付けられてるように。いやいや、そんなことないですよ。私はね、あくまでも押し付けてんじゃなくて、うん、その、教えてるんですよ。だから、教えるっていうのは、つまり、日本がなぜ呪われてるかっていう理由、だから、君が訴訟っていうのは、霊的にはこういう意味だよっていうことを教えてるわけね。だから、問題は、それはとんでもない、隠れキリシタンの迫害と、太陽戦争の時の迫害と同じことをやってるんだよってことを教えたいわけです。だからそのことをよく理解して、霊的なことを理解し、宗教的なことを理解して、日本を良くするためには、そういう神様に対して悔い改めの取りなしが必要なんだよってことを教えたいわけです。もちろん関心のない人は聞かなくていいんですよ。だから関心がある人が聞いてくれて、理解した人と一緒に祈っていきましょうということですね。それではですね、はいはい、私ちょっとキューちゃんにお聞きしたいんですけれども、はいはいはい、キューちゃんは日の丸君がには反対ですよね。大反対です。大反対はいいんですけれども、はい、そうすると代わりのものっていうのは何かその対案としてはあるんですかね。その私はね、なくていいと思います。もう国旗も国家もなくていいと思います。もう今はね、国際化の時代だからね、もうナショナリズムいらないんですよ。はい、ナショナリズムいらない。だからもうそんなもんいらないんです、うん。もうクリスチャンはもう世界のクリスチャンだから、もう世界がもうナショナリズムやる必要ないんです。もう世界が一つですから、もう国境なんかいらないんですよ。国境なんかいらないの。だから、もうそんなね、旗もいらないし国家もいらないんですよ。もうそんなのもう時代遅れなの、時代遅れ。そうすると、キューちゃんは、例えばもし韓国でもアメリカでも行かれたときですね、うんうんうん、韓国、もし旅行とかで、うん、まあ何でもいいんですけれども、うんうん、海外に行かれたときっていうのは、うん、そこの国の国旗も国歌も必要ないんだっていう、そうそう、私もだから外国の国歌も歌わないし、外国の国旗掲揚もしません、はい、私も。私、まあ、以前、キューちゃんの教会でお話ししたことあると思うんですけど、はいはいはい、私、前にアメリカにいたことがあるんですよね。はいはい、
でその時例えば、うん、まあどこの例えばメジャーリーグの球場とか行くじゃないですか、うん、野球の、うん、そういう時っていうのは国家の聖書が鳴ると皆さん立ち上がるんですよ。あれは時代遅れ、時代遅れ、あんなことしちゃいけないんですよ。みんな手当てて、でもあれダメダメ、あれ良くないと。あれはね、あれは一種の偶像崇拝です。偶像崇拝だからね、はい、クリスチャンはそこと見抜かなきゃいけないんですよ。見抜かなきゃ。だからね、そういうところにも偶像崇拝が張り込んでるんですよ。でもキューちゃん、キューちゃん、あの教会のあんなき5万何千人のいる人たちの中でですね、あの中に福音派の人とかカリスマ派の人だっていっぱいいるんですよ。みんな知らないんですが、クリスチャンが騙されてるんです。クリスチャンでさえそれがわからないんですよ。クリスチャンでもそういう小さな偶像崇拝を理解してないんです。だから私が言いたいのは、まずクリスチャンが目覚めなきゃいけないんです。ね、クリスチャンが偶像崇拝しちゃいけないんだよって目覚めなきゃいけないんです。あ、そういうことやってはいけないって。はい、そうそう、まあもちろんそれはしたからって責めたりしませんよ。いやでもね、私はですね、うん、正直私の気持ちですね、これ押し付けするつもりはないんですけれども、はいはい、私はあの5万何千人の人が、うん、例えばフェンウェイパークでもセーフコフィールドでもどこでもいいんですけれども、うん、皆さん立ち上がって国旗に向かって胸を手当てて国家斉唱している姿っていうのは私はすごく美しく思ったんです。あのね、その私たちはイエス様以外はもうあのなんていうかな、崇めないんですよ。イエス様だけなんです。イエス様以外国もね、国も何も崇めちゃいけないんですよ。イエス・キリストだけを崇めるんですよ。うん、それはそうなんですけれども、うん、その問題と、またその国旗、国家を語る、その、あれする、斉唱したりとか、賛美、斉唱したりとか、敬養したりするとかっていう行為とはまた違う問題だと思うんですよ、ね。違う問題のように見えるけど、違う問題によるけど、私たちこういうでしょ ?100% イエス様に栄光を返すって言いませんか？100% イエス様に栄光を返すと言うわけでしょ、そうですね、だから私たちは国に栄光を返すんじゃなくてイエス様だけに栄光を返さなきゃいけないんですよ。だからね、うん、それは過去の歴史があるから、過去そういうその国を一つに守る、するために、その国を一つにするためにこうやってきた歴史があるけどもね、はい、今はそういう時代じゃないんだよっていうこと。今はね、国ナショナリズムになるような時代じゃなくてね、今はグローバル化でしょ、世界が一つでしょ、だからそんなどこの国がどうのこうの、そんないう時代じゃないんですよ。キューちゃん、はい、キューちゃん、私別に反論するつもりは全くないんですけども、はい、確かにグローバルの時代にはなってきてるんですけれども、はいはいはい、その反面ですね、はい、グローバルの時代に なってきてるような気がして、うん、実は、うん、ナショナリズムが勃興してるとは思いませんか。それが聖書の予言で、そのサタンのその策略なんですよ。サタンは民族は民族に、ね、国は国に敵対して戦争させようとしてるんですよ、うん、でそれは霊的なサタン の要するに戦争させる思惑なんですよ。いや、それはですね、うん、結局、うん、そのグローバルっていうグローバリズムっていうものが、うん、必ずしも正しいとは限らないっていうことの証拠だと思うんですよ。ね、この世のグローバリズムとクリスチャンのグローバリズムがちょっと違うのでね、はい、それはちょっとまた話は別なんですけど、うん、とにかくクリスチャンはね、うん、クリスチャンはすべての栄光をイエス様に返しね、はい、そのナショナリズムを断ち切ってね、はい、イエス・キリストにあって神の国が本当のナショナリズムなんですよ。神の国を求めることが本当の愛国心なんですね。それはそうですね、うん、それは確かにそうだと思いますけれども、はい、私すごくキューちゃんの言ってることには分かってます、はい、分かりますね、うん、ただほら、例えば今問題になってる EU の問題にしてもそうですけれどもね、うん、国の国境なんかなくしていいんだ、民族なんか関係ないんだと、うん、国の貨幣を一緒にしてですね、うん、何でもかんでも取っ払って自由にしてしまえばいいんだと、うん、で例えば民主党とか、まあ、民主党って言っちゃいけないのかも、まあ、自民党にもいるのかも分かんないですけど、うん、そういう人たちが何でもやっちゃえばいいんだ、自由にしちゃえばいいんだ、本にすればいいんだ、何でもやっちゃえばいいんだっていうふうにやってった結果、うん、こういうふうになってどん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 息苦しいというかですね、それはね、まあ、TPP の問題でもそうですけど、ね、それはもちろんね、そこはだから世の中のグローバル化とクリスチャンのグローバル化が違うのね、うん、そこでだからシステムとか法律とかそういうことじゃなくてね、その罪の問題を取り扱わないとダメなんだよっていうことですね。だからクリスチャンの場合のクリスチャンのグローバル化というのは、そのクリスチャンというのは罪を取り扱ったグローバル化なのね。だから罪という問題、ね、イエス様という問題を抜きにしたのは共産主義と同じですよ。共産主義っていうのは神様抜きで社会を良くしようとしたわけでしょ。そうですね。でも罪があるから特権階級が生まれ
わけですね。そうですね。まあ、それと同じように、資本主義だって、罪があったら行き詰まるんですよ。うん、罪があったら行き詰まる。だから、罪の問題を取り扱わなければ、どんなシステムでもうまくいかないんです。どんなシステムでもうまくいかない。だから、この世が行き詰まるのは当たり前なんですよ。この世は罪の問題を取り扱ってないので、必ず行き詰まるんです。ね、そうだと思いますね、はいはい、うん、いや私もそれはすごくわかるんです。ただ、はい、なんていうかそのキューちゃんが先ほどもほらおっしゃってたじゃないですか、その、はい、どこの国に行ってもですね、あの国旗も国家もそんな敬意、はい、そんな、はい、私はイエス様以外は、イエス様以外は私は崇めません、ね、うん、イエス様以外のものに私は栄光を返しません、うん、そうしたらですね、うん、やっぱり私キューちゃんこれから先どっかガーナに行かれたりとか、うんうん、もしかしたら、うん、アメリカ行かれたりとか、韓国、うんうん、これからも多分あると思うんですけれども、うん、はいはい、やっぱり、キューちゃん、もしそういうところに行ったときに、うんうん、そのガーナでもですね、うん、もし行ったらですね、うん、そこの国の人たちにもやっぱりキューちゃん、英語、すごく上手じゃないですか、はいはいはい、ですから、やっぱりそれを言われるべきだと思うんですよ、私は。もちろん言うときがあれば言いますよ。言うときがあればね。チャンスがあれば。言うときがあればっていうか、うん、やっぱりそのことを言った方がいいと思うんですよ。チャンスがあれば言いますよ。チャンスがあればね。うんうん、でも、多分そういうことを言ったときに、うん、彼らがどういう反応を示すかっていうと、やっぱり私は拒否反応を示すと思うんですよ。それはそうですよ。それはそう。だからそれはあくまでもね、それを理解できるような状況でなきゃ言いませんよ。だから、まず、うんうんうん、ノンクリスチャンは理解できないから言ってもしょうがないから言わないけれどもね。クリスチャンの方で、まあ、若干そういうことに聞く耳がある人には言うかもしれないけども、うん、聞く耳のない人には言わないです。聞く耳のない人はね。ない人にはですね、うん。はい、ごめんなさい。ちょっと時間ないんでまたね。はい、はい、はい、すいません。はい、どうも。はい。はい、それではですね、次のステップいきますね。ごめんなさいね。ちょっとこれかな。ごめんなさい。BGM が。よいしょ、 BGM なくなっちゃった。どこでしょう。はい、すいません、 BGM なくなっちゃったですね。すいません、これかな、これですね。はい、それではですね、明石タイム行かなきゃいけないですね。明石タイムね、はい、皆さんちょっと話がいろいろ大きくなったかもしれません。私が今日言いたいのはですね、日本には正義が必要なんだよということですね。神は正義のお方だよということです。神が正義のお方で、日本に正義が必要だということです。今日は、正義証ですね。皆さんがイエス様を信じて、正義的になった。以前は、ね、悪かったけど、今は正しいことを愛するようになった。正義を愛するようになった証、いいですね。はい、皆さん、正義を愛するようになった証、スタート。神様だけが私たちの正義です。アメン。神様が必要だと思った。君が代で起立しないことにした。天皇崇拝を断固反対します。真理を求めることは素晴らしいと思いました。キューちゃん、ありがとう。アメン。イエス様が理解されたら世界はもっと良くなると思った。イエス様を信じたら正義が何か分かりました。
団体になると皆がやるからやらなければっていう暗黙の強制意識が働いていることもある。そうですね、赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな、そういうなんか悪いことはみんなでやれば 悪くなくなるようなとこが日本にあります。それは良くない、それは良くないね。君が代じゃなくて賛美歌を歌うべきだと分かった。アメン、アメン。これからの時代は全世界的な兄弟愛。このね、あのメラニーさん、あの間違っちゃいけないのは、あの人類みんな兄弟じゃないんですよ。イエス・キリストにある兄弟、神の愛の、兄弟愛が本当の兄弟愛で、あの全ての人類が兄弟ではないんです。カリスマ畑が本当のクリスチャンだと思った。他人を大事にすると幸せになれます。イエス様の愛に国境はないと思った。2年前から教会に行くようになった。国家再生書をやめましょう。優しいことをしたら記録が出ました。イエス様のへの愛が爆発しそうです。世界がもっと良くなりますように。イエス様の愛があれば日本を解放したい。世界中で正義が行われますように。アメン、アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、全体思想だからといって正しいと限らず、より良い思想を模索する必要があります。皆さん、十字架を見てください。十字架はですね、十字架は神の子が殺されたんです。神の子が殺されたんです。ここに正義がありますか？ここに正義がありますか？ここには正義がないんです。イエス様が十字架にかかるということは、これは人間の罪なんです。人間の罪というのは神の子を殺すことなんです。そこには罪がないんですね。そして皆さん、この2000年間
2000年間たくさんのクリスチャンが迫害され、たくさんのクリスチャンが殺されたんです。日本でも何万人何十万という隠れクリスチャンが豊臣秀吉とか徳川家によって殺されたんです。たくさん、もうローマ帝国の2番目ぐらいに2番目ぐらいに日本の殉教は多いそうです。世界でも類がないほど、世界で類がないほど日本は隠れキリシタンが殺されたんです。それは日本に正義がないからです。日本に正義がないからたくさんのクリスチャンが殺されたんです。戦争中に牧師が、ね、憲兵に迫害されたのも、これは日本に正義がないからです。日本に正義がないんです。だから皆さん分かってください。正義がないから、それは、ね、日本が神様に敵対しているということです。正義がないというのは日本が神様に敵対しているということです。今ね、そのキムガヨを強制されるとか日の丸掲揚を強制されるということは、これは正義がないんです。日本に正義がないんです。もし日本に正義があればね、それを強制しません。それは自由にさせるべきです。それが信教の自由です。もし日本がですね、戦争中の時とか江戸時代に戻れば、私もこうやって伝道してますが、私も多分、捕まって、死刑になったり拷問になるでしょう。私は幸いにもですね、今捕まったり死刑にならないから、まあこうやって続けられますけど、だからといって日本に正義があるわけではないんです。まだ日本には正義がないんです。だから私が言いたいのは、イエス様が十字架にかかったのは、イエスキリストを通して、イエスキリストを通して正義を与えたいのです。日本に正義が必要なのです。正義とは何ですか。さっきコメントにありましたように、イエス様こそ正義なんです。イエス様こそ正義なんです。イエス様が正義のお方です。その正義のお方であるイエス様がね、この日本を救おうとしているんです。皆さんがイエスキリストを信じるなら、皆さんがイエスキリストを信じるならば、皆さんが義になる、義とされるということです。未信者はまだ罪人で不義だと。不義っていうのは義じゃないという。不義なんです。イエスキリストを信じた者は義人と言われます。義人です。義なる方。兄弟姉妹は義とされたんです。神の目から見たら正しいとされたんです。イエスキリストを信じなくて罪のままでいるならそれは不義なんです。不義なんです。神の前で正しくないんです。神の前で正しくない、これが罪人です。皆さん正義が本当に大事です。正義が大事です。皆さんが正義を愛したいならば、まず心の中に正義を歓迎するべきです。神様に義とされるべきです。人間が義とされる唯一の方法が十字架です。十字架だけが人間を義とします。十字架が神の義です。十字架によって人間は義とされるんです。義人になるんです。皆さんが悔い改めてイエス様を信じるときに、皆さんが正義になります。日本に正義をもたらしましょう。日本から悪や罪を除きましょう。そのためには皆さんの信仰が必要です。皆さんの中で、私も悪いことしたな、私の中に不正があるな、自分の内面をよく知っている人は、悔い改めることができます。悔い改めて、ね、正義を愛する人、不正を憎み、罪を愛したい人、イエスキリストを信じて、正義を愛したい人、アメンと言ってください。アメンと言ってください。アメンと言ってください。日本を良くしたい方、日本から悪を除き、日本に正義をもたらしたい方、アメンと言ってください。アメンと言ってください。
日本が、正しい国、良い国になってほしいと思う人、アメンと言ってください。アメン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 、小太郎さん、アメン。アメン。アメン。アメン、リフさん、アメン。ジェイさん、アメン。アメン。ハレルヤ、アメン。アメン。じゃあ皆さん祈りましょう、ね、日本に正義が与えられるように祈りましょう。天のお父様、人間が罪人であるということは、人間が罪人であるということは日本に正義がないということですが、イエス様、どうぞどうぞ悔い改めます。私たちの罪を許し、私たちを義人としてください。私たちを義人として、私たちの罪を許し、正義を愛する者に変えてください。また日本の不正を取り除けてください。日本に正義がもたらせますように。日本の裁判や政治や経済やあらゆる部分で、日本に正義が戻りますように。正義が与えられますように。また君が代を聖書を、拒否して、日の丸掲揚を拒否して苦しんでいる教職員の方々を励ましてください。教職員の方、本当に勇気のある人たちがたくさんいます。彼らを励まし、彼らが正義をもたらしているんだという、彼らを励まして、日本に正義が来ますように、正義が来ますように。日本を助けてください。今リスターのアーメンと言ったリスナーの方々の、罪が許され、義とされますように。あなたの正義が来ますように。義人として立ち上がることができますように。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。ハレルヤ。アーメン。ですね、8時からですね、8時からメラニーさんがリレー放送がありますので、これですね、8時からメラニーさんのリレー放送があるので、皆さん、よろしかったら聞いてください。メラニーさんのリレー放送ですね。はい、今日はですね、君が代訴訟、私はね、本当にね、クリスチャンじゃない人もたくさんいると思うんですよね。クリスチャンじゃないけれども、まあ、そういうクビになってもいいから、その正義を貫いている人たちを私は、素晴らしいと思いますね。まあ、彼らがクリスチャンになったらいいなと思うんですが、彼らは、それこそ教職者だと思いますね。それこそやっぱり学校で教育ですよ。基本的人権を守れなければ、もうそれはもう教育者として失格ですよね。そういう正義を訴えてる、それをね、その最高裁でさえね、そういうことがわからないというのは、日本はあまりにもこれはとんでもない国です。日本が、最高裁がそんなとんでもない間違いをするのは、日本がいかに正義がないかということですね。日本に正義はありませんね。ですから、ぜひ皆さん、本当の正義はイエス・キリストにあって本当の正義なんだよということですね。イエス・キリストにあって本当の正義だということです。ぜひ皆さん、これからは正義を愛する人間、そして正義のためには、ね、本当に命がけで戦う勇気のある人間になりましょう。イエス様も十字架で死んだのは正義のために死んだのです。イエス様も十字架で正義のために死んだのです。神の正義のために死んだのです。私たちも、ね、イエス様に見習って正義のために戦いましょう。正義のために生きましょう。神の正義がこの地に満ちますように。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローム、シャローム、シャローム。おやすみなさい。おやすみなさい。シャローム、シャローム。アメン、アメン、シャローム。